はい、どうも、そらです。ということで、今回はまた力の大会進めていきたいと思います。もしかしたら前回の動画と同じ日に上がってるかもしれませんが、あの動画撮った後の3分後ぐらいですね。ということで、続けてやっていきます。今日はやるのは12から15。で、TP 使い切るので、現状ランキングがわかります。楽しみにしましょう。で、進んでいくのはもちろん、グーの多い、ここですね。ナンバーワンベジータがいる、損一族系のマスで、代わりに変身御殿がいないので、そこの必殺をケアする必要がない。ちょっと、気持ち楽な感じのマスですね。ってことで、配置考えていきましょう。はい、ということで配置考えてきました。今回こんな感じでやっていこうかなと思います。赤18の範囲にはとりあえずとナンバーワンビジター柔らかいキャラクターとバダを置いてあげて、でバダの下に青ご飯を置いてあげることによってスーパーサイヤ人バフをかけてあげると。で、なおかつ必殺強化はマスに置いてて、必殺ゲージ 100% なので、これ1ターン目に究極アーツ打ちますね。で、それを5点で強化してあげて、あと青回遊剣も一応5点の範囲に置いてっていうぐらいですね。赤18も3、4ターン目必殺かな。うん、なんかそんな気がしますね。ダメージのもらい方によってはちょっと3ターン目かもしれませんが、おそらくそんな感じです。で、例のごとくあれですね、記録回復速度アップマスは逆にね、足速いキャラクターたちばっかりで、なんか順番結構狂っちゃうので、まあ変に活用しなくていいかなーっていうので起きません。はい、で攻撃していくのは最初ここでいいかなー。うん、青キーまででいけるかなっていう判断で狙ってみましょうか。で、その後黄色5点とバーダー赤18号か。いやー、誰狙っても落とせるか不安だな。青ご飯がこっちの青ご飯の究極も受けてるので、落としてる可能性あるんですけど、一応落としてなかった時のために選択しておきましょうか。で、落とせていたらなんですけど、悩ましいな。普通に火力高いところはここなんですよね。ここ、まあ、耐久もあるし、狙っちゃおうか。そうですね。もし落としてたら、黄色5点の必殺とかも込みで攻撃できるので、紫狙いましょう。で、最悪3ターン目までで落としてなくて、青回遊剣必殺が入っちゃったとしても、こっちのキャラクターたち殴ってって、おそらく、青回遊剣落としきれますね。攻撃受ける前に。うん。って信じてます。信じてて叶わなかったら投げちゃうんですけど、多分いけるはずなので、そんな感じで狙っていきましょう。で、ラストのターンは、どっちから狙ったらいいかな。悩ましいな。おままんの方がさすがに火力低いから、クズ野郎から狙っちゃおうか。そうですね。おままんの方は、足も速いんでね。ちょっと、まあ、最後まで受けてライジングで落とす感じでいきましょうか。っていう作戦でいっています。ゴー。はい、ということで始まりました。一応、アルティメットショーダウンって出るんですけど、別にポイントとかも何も変わらないマスなんでね。何なんでしょうね。ってことで、とりあえずやっていきましょう。赤18も連れてきて、ちょっと欲張りプランで行ってみたのは、青ご飯とかもう簡単に落とせるからっていう作戦のもとだったんですけど、これそもそも1ターン目落とせないとかになってしまうと相当まずいですね。OK、クリティカル出てる。うん。で、ここでクズ野郎入るから、これ十分いけるな。オッケー、よかった。で、あとは、相手の青海洋圏から赤18号が攻撃受けないこと。これがこのマスの、一番の問題ですね。それを受けてしまったら、ちょっとめちゃくちゃポイントマイナスしちゃうんで、赤18それこそ連れてこない方がよかったってなっちゃうんですよね。だからリスキーなんだよな、このキャラは。はい、しっかり2発で落とす。で、黄色で必殺。オッケー、ワンパン。で、2発殴るけど、あ、オッケー、青ご飯対し。うん、で、赤18黄色からもらう分には全然よし。オッケー、オッケー、よかった。これだったら赤18連れてきて大正解でしたね。で、おまわんでさらに回復。相手も回復。ただ、これワンパンですね。はい、で、厄介な青も5体以上願うと。で、こっからクズ野郎を5体で殴っていくけど、落とせるかな。うわ、バタ強い。もうバーダー強いよ。もう僕今回のあの力の大会の動画全部で言ってる、もう何回も言ってる気がするんですけど、バーダーが強い。本当に強いよ。で、まあ一発目はダメージカットあるのであれなんですけど、しっかりといきますね。はい、ありがとうございました。はい、ということで成績こんな感じですね。うん、赤18が最後必殺打っちゃったのがちょっともったいないけど、赤18にね火力は全然求めてないんで、まあ別によしでしょう。で、スコアは、おー、いいね。396,960。これ、損一族系のマスだとめちゃくちゃ高いですね。ってことで、赤18作戦で勝ちましたね。
はい、ってことで続けてやっていきましょう。続けてやるのは、あと上どっちでもいいんですよね。これ4のマスどちらでもいいんですけど、緑2枚黄色2枚のと、なんかよくわからんってきます。あるいは赤2枚紫2枚によくわからんってきますか。まあどっちかなんですけど、僕今回こっちの方でやっていきたいと思います。ってことで、じゃあ配置を考えていきましょう。はい、ということで考えてきました。こんな感じでやっていきたいと思います。さっきと一応選出キャラは全部一緒ですね。相手青がいるんですけど、まあ赤18時連れても相手の敵の難易度的には問題ないでしょうっていうので連れてきます。で、赤が多いのでしっかり青も連れて、で、まあ黄色もまあ別にブルー火よけまでいらないかな。赤18でポイント稼いだ方が多分いいんで連れてきます。あと必殺強化のマスには必殺打つキャラちゃんと置いてあげて、一応バーダーが 1,2,3,4 ターン目必殺、あるいは3ターン目必殺ですね。で、青ご飯もどうだろう、3ターン目ぐらいで必殺打つかな。3ターン目じゃない、4ターン目か、4ターン目ぐらいで必殺打つかなって気がしますね。ということで、なるべく早く倒して、うん、温存しておきたいですね。特に次連勝マスなんでね。はい、ということで考えていきましょう。狙っちゃいたいキャラがまずいるんですよね。タピオンなんですよね。このタピオン何が問題かって、2ターン目始まった時に特定のキャラクターに必殺ゲージをね 100% ダウンって効果をね付与してくるんですよ。これが黄色5点とかに直撃しちゃうと非常にねもったいないことになって、まあ、てか必殺が打てなくなっちゃうんですよね。大幅に計算狂うので最初に狙っちゃいます。で、その次、おそらくこのキャラクター自体は、まあ、今回4のマスなのもあって、まあ、サクッと突破できるでしょう。おそらく青青でいけるかなって思ってますね。で、キーキー、青赤と殴っていくので、次、ここっていきたいんですけど、ここね、硬いんですよね。意外と硬くて、落とせないこともあるんですよ。なので、そこが不安なんですが、今回は狙っていっちゃいましょうか。なんか、なんとなく波に乗ってる気がするんでね。よくわからない理論で狙っていっちゃいます。で、最悪、まあ、その次のターンのね、青までかかる可能性もあるんですけど、まあ、そこは諦めようか。はい。で、その次に殴っていくのは、まあ、ちょっとこれ結構悩ましいんですけど、ベビーでいいかな？うん。赤18が攻撃受けたくないので、ちょっとベビー狙ってしまって、まあ、さすがに、黄色5点の必殺とかも込みなので十分落とせるでしょうと思っております。で、3ターン目の青海王家の必殺で赤仕留めて、で、そのまま殴っていって、殴っていってでいいかな？はい。そんな具合ですね。ってことで、こんな作戦でいってみましょうか。ゴー。さあ始まりました。とりあえずはまあ難易度のね超低い、あと毎シーズンあるよくわからんてきますなんてね、サクッとクリアしていきましょう。よしよし。タピオンも2発で落とせるかなーって不安でしたが、まあ、赤18の範囲にもいるんで余裕ですね。赤18号の、ね、デバフかかってるんでね、やっぱ強いな。はい。で、殴っていって、うん、まあ1ターン目で落としきれないけど、まあ次の青で落とせるでしょう。で、青葉もらってくんだけど、これ、次のマスでなぁ。いや、回復発動させたいんだよなぁ。もっと削ってほしい。もう全部攻撃青葉に来てほしい。はい、殴ってって、ベビーはここまでで仕留めると。うわ、強っ。あ、落としちゃったわ。青葉狙ってほしい。あー、ダメか。狙ってくんないか。いやー、きついなー。これ次のマスで回復発動するかなー。連勝ボーナスのマスだから、それ超でかいんですよね。はい、ってことで、とりあえずこれはワンパンですね。はい、余裕でございます。で、青ご飯やっぱ3ターン目出ちゃったかー。まあ、しゃーなし。ありがとうございました。はい、ということで、サクッとクリアしていきました。バダーがマックスで溜まったのでかいですね。で、ナンバーベジータも結構、必殺ゲージ溜まってるんで、そこも使いやすい。成績297,120。 OK ですね。うん、わけわからん敵マスはやっぱこれぐらい取ってなんぼなんでね。さあ、じゃあラストいきますか。TP 使い切るので、これでランキングの順位がわかりますね。よくわからん敵マスなんだよな。青ご飯の回復発動戦。マジか、痛すぎるわ。ってことで、うん、このマスの注意すべきは、敵キャラ落ちてると必殺連打しまくってくる、と、幼年期ご飯。あとは、あと2ターン目に行動不能つけてくるビルス。それぐらいかな。ピッコロが一応、必殺カバチェ持ってるんですけど、このマスってね、ピッコロのね、範囲に確かキャラクターいないんですよね。なので、そこは気にしなくていいと。あと、足が速い2体も早めに落としちゃいたい。シャロットは超弱いです。これしかも変身しませんね。こう待ってると、変身の形態出てくるんですけど、変わらないんで、変身しないですね。ということで、じゃあ作戦練っていきましょうか。は
はい、ということで配置考えてきました。今回こんな感じでやっていきたいと思います。青海洋剣今回置いてきます。でブルー海洋剣も置いてきます。でバダを足の速くなる気力回復速度アップマスに置きましたね。これすることによってバダが所定殴るようになるんですけど、このバーダック今回1ターン目必殺打つんですよね。これを相手の必殺打ってくる幼年期ご飯に直撃させてワンパンしたいかなと思ってます。でワンパンできなかったらもう1体殴るんですけど、まあ、その場合は青ご飯っていう青キャラなんでまあよしと思ってます。で何がよしかというと、その後殴っているキャラクター、黄色赤紫って殴っていくんですけど、相手ビルスを落としたいんですよ。ビルスが2ターン目に行動不能付与してくるのでそれまで落としたいんですけど、まあ十分色相性的にもついて落とせるかなーって思うので、そんな感じで順番を練ってるって感じですね。ワンパンでもし幼年期ご飯を落としたら青ご飯の一撃もねビルスに入るんで、より作戦まあ成功しやすいかなーって思います。必殺打つキャラクターは4ターン目と1、2、3ターン目ですねに必殺打ちますっていうぐらいですかね。あ、で、そうそうそう。このマス考えたのが、青ご飯これ、回復発動しませんね。15% 回復 100% 発動しないんで、もういっそ赤18の範囲に置いちゃいました。もう開き直りましたっていう感じですね。で、狙っていくのはさっき言った通りこの順番。で、その後また青組へ殴っていくので、そこはウィスでいいかな。うん。で、こっちの変身御殿の必殺とかも絡んでくるので、そこブルマとかに当てて落としちゃい。で、ラストのターンは、どうしようかな。ベジータの必殺とかも発動するけど、最初青で殴っちゃうから、シャロット狙って、紫の悟空4とかで仕留めれるようにピッコロ最後にしましょうか。って感じでやっていきましょう。戦闘ポイントの目安は、40万マックスのうちの39万8千は取りたい。ってことでやっていきましょう。GO!はい、ということで始まりました。さあ、作戦どう成功するか見物ですね。特に1ターン目。まあ、てか1ターン目が全部かな。このマスはもう1ターン目が全てです。ってことで、そこに全てをかけていきましょう。さあ、やってくれ。落ちなーいけど、これどうせると。まあ、まだよしですね。殴っていって、悟空4枚で落とせますね。これ十分ですね。OK。とりあえず1ターン目は成功。で、青ご飯もらっていくんですけど、赤18の回復と3ターン目はナンバーワンベジータの回復も入るので、ある程度回復して最後フィニッシュできるかなーって思います。で、とりあえず、ウイスは青2枚で落としちゃってほしい。一発強ーい、バーダス最強バーダしか勝たんわ、このゲーム。このゲームじゃない、このモード。いや、このゲームそうだわ。PVP でもバーダ強かったわ。あー、で、2ターン目でシャロット持ってる。これでかいですね。で、赤18もあるけど回復できる。しかも、オマワンでさらに回復できる。オッケー、オッケー。いいですね。青ご飯もほぼマックス近い回復。で、必殺打ってでフィニッシュと。ありがとうございました。はい、ということで、連勝ボーナスのマス、バッチリでしたね。299万7624という感じで、ギリギリと300枚届かないと。これ、毎シーズンそんな気がしますね。ってことで、TP 使い切りましたが、まずは、スコア内訳見ていきましょう。はい。最初に言った通り39万8000超えたのでよしですね。ほぼマックスです。じゃあお待ちかね、ランキング見ちゃいましょうか。現状何位なのか、まあまだ4時間ぐらいしか TP 回復してから経ってないので、まあまあまあ、うん、さすがに1位であってほしいなって思うんですけど、まあ猛者の方がねもっと上にいるかもしれませんが、ちょっとドキドキしながら押しちゃいましょう。はい、ということでランキング出ました。うわ、1位だ、やった、嬉しい。うん、しかもダントツですね。今のところだと1万7000ポイント差なので、これはまあそう簡単には抜かれないぐらいのポイント差つきましたね。まあただ現状まだ始めてる方が半分にも満たないぐらいなので、まあ全然ね、こっから猛者の方々がどんどん上がってくるでしょうということで、そこは怖いですね。あ、ユウさんもおる。ユウさんもおる。はい、って感じですね。ランキング全体見てっても、まあ、まだ再生系のパーティーも多かったりとかもしますし、うん。ちょっとまだまだ先わかりませんね。まあ、ただ現状でもね、結構ダントツのスコアで1位取れてるので、まあ、それはね、とっても嬉しいことですね。ってことで、ちょっと気抜かないでこのままやってって、まあ、もしね、できれば歴代、まあ、1、2、3位入りだったりとか、まあ、それが難しくてもちょっと一桁入りはね、せっかくなのでやっていきたいなと思うので、皆さんもね、ぜひちょっとね、応援しながら見ていただけたら幸いでございます。あとはね、もう完全にね、真似してやっていただくっていうのもあるんで、全然もう一つの手かなと思うので、そんな感じでやっていただいても僕は嬉しいので、ぜひやっちゃってください。ってことで、今回これで終わりたいと思います。良ければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それではまた次回の動画で。バイバイ。